QK115 の意は、ソビエト連邦が開発した、個人蛍光藩自動指令照準船、一致誘導方式優先誘導体戦車、ミサイルシステムである。NATO コードネームは AT、AT-7 サクスホルン。QK115 は1979年に QM111、推薦車ロケットの更新用として、ソ連軍に、トゥーラ機械設計局より、 企業レベルで提案された。この新型ミサイルは3つのフィンが付くなど QM111、ファゴットと非常によく似た外見をしているが、QK111 より簡素な三脚を持ち、推進剤を少なくするなどして軽量化が図られており、全体的に軽量なミサイルであるとされた。1980年代に改良型ミサイルの QM131 メツツ M が開発された。 この新型ミサイルは QK115 と共通の発射機を用いるが、射程と弾頭を増強された結果より大型で重くなっている。NATO はこのミサイルを AT-13 サクスホルン -2 と呼称した。クロアチアの QK115 メチスミサイルは簡素な三脚で、支えられた QP151 発射装置から発射される。 発射装置は 10.2kg ある。ミサイルは QM111 のガス方式とは違って、筒からブースターによって発射される構造となっている。9S816 誘導装置は発射塔のすぐ前に装着された熱電池によって稼働し、ミサイル自体は発射機から誘導線を伝ってきた電力で稼働する。洞窟や建物内といった閉所から発射することができるが、 少なくとも、発射機候法に6メートルの空間を空け、最低でも100メートルの全内部体積を確保する必要がある。片打ちも可能だが、運用にはより高い技能が必要であると見られる。QM111 に比べ推進材を減らされた結果、最大射程が1000メートルになっている。最低射程は40メートルで、時速60キロメートルまでの速度で移動する目標に、 対して効果的である。弾頭は単独式の対戦車成形作薬団である。QK115 はソ連軍において自動化射撃中隊向けの装備として一個中隊に月3機配備された。ミサイルは二人一組で運用され、いては QP151 発射装置と一発のミサイルを、弾薬師は三発のミサイルを携行した。 1992年におけるミサイルと発射装置の輸出価格は以下の通り。ありがとうございます。